はい、ヒデキューでございます。今日はですね、ジオラマ103さんのにお邪魔しましてね、お待ちかねのものを取りに来ました。はい、はい、ということで今からね、はい、いただきます。はい、はい、ということでお待たせいたしました。283系オーシャンロー、はい、給料設定、はいね、はい、ありがとうございます。はい、お待たせいたしました。これはですね、今日はここで試運転をさせていただきました。またドレスアップ整備でまた平岡さんにお預けするということで、はい、今日は走らせて、その走らせてるシーンをご覧いただきますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆様、ヒデキュー模型紹介をご利用いただきましてありがとうございます。今回の動画は加藤さんから発売されました JR 西日本283系オーシャンアローの開封と試運転速報をお伝えいたします。今回も最後までお楽しみください。加藤さんから発売されました283系オーシャンアローのセットですが、ヒデキューは 10-1839 給料セットを購入いたしました。そして本日模型を入荷されたということで、早速ジオラマ103様のお店へ行ってですね、受け取り、開封、そして試運転を行ってまいりました。写真で見ますとね、かなり青っぽく見えておりますが、肉眼で模型を見ますと実車に近い緑寄りの色が再現されております。それでは1両ずつ写真で紹介してまいります。白浜新宮寄りより紹介してまいります。1号車黒282の2号車2号車サハ283の2号車3号車モハ283の302号車4号車サハ283の202号車5号車モハ283の2号車こちらにモーターユニットが搭載されております。6号車クハ283の502号車7号車クハ282の501号車8号車モハ283の3号車9号車クハ283の503号車です。それでは恒例の走行シーンをご覧いただきます。走りますのは大阪恵比寿町のジオラマ103様のレイアウト A 番線と B 番線です。381系スーパークロシオとの離合シーンもございます。今回も最後までお楽しみくださいませ。
ということでですね、楽しませてもらいましたこの283系。実はですね、これから内丸さん様の方で整備、ドレスアップをしていただきます。はい。ということで、再び平岡さんの方にお預けいたしますので、はい、お預かりいたします。よろしくお願いします。はい、頑張ってやります。ということで、はい。はい、また出来上がったら動画出しますので、はい、よろしくお願いします。はい、お楽しみに。はい。